福予検索、観音座像福予検索、観音立像福予検索、観音飛ぶ西スマトラシューパダンの著事因軍坂歴1208年、インドネシア国立博物館福予検索、観音、本名、アモーガパーシャは、仏教における、信仰対象である菩薩の一尊、六観音あるいは七観音の一尊に数えられる。三枚あがは、検索、カイレン趣旨は、 日本では、福雨検索、観音菩薩や、福雨検索観世音菩薩など様々な故障がある。尊名の、福雨とは、むなしからず、検索は、長寿等を捉える、縄のこと。したがって、福雨検索観音とは、新年福雨の策をもって、あらゆる主情を漏れなく救済する観音を意味する。天台集計では、新言集計の順太古観音の代わりに、 不空検索観音を加えて六観音とする。また、順太古観音と不空検索観音を共に数えて七観音とする場合もある。多面多比の変化観音の中では、十一面観音に、ついで歴史が古い。観約経典の中では、随時代の六世紀後半に訳された不空検索受給に初めて現れ、唐の母大粒子が八世紀初めに訳した。 福検索新編新聞行にも増用等が詳しく説かれている。経典には様々な姿が説かれるが、いずれも多比を持ち、鹿の毛皮を身にまとうのが特徴である。この野獣の毛皮をまとうという点で、ヒンドゥー教の最高神の一柱芝、特にその三角神としての面と関係があるという説もある。また、鹿との関係から、 カスガ大社第一の神であるタケミの本事物とされる。この観音像の作例はインドで多く見出される。中国にはとぼうしく、日本でもいくつかの有名な像があるとはいえ、作例はあまり多くはない。よく知られているものの一つは、インドネシアのジャワの王朝神ガサリ朝のビシュヌワルダナ、王の像がこの姿の仏像として刻まれている。 日本では一面三目八肘とする造用が通例で、立像、座像ともにある。狂禅で、二手が合唱し、二手は余願院を結ぶ。その他の詩でには、検索や蓮華、尺状、発スを持たす。代表作としては、東大寺北景堂本尊の立像が著名である。この像の存在自体が、奈良時代に、福部検索。 観音信仰があったことを如実に物語っている。西国札所である幸福寺南遠藤本尊の座像も著名である。福右建作観音を本尊とする寺としては、奈良の新薬師寺の近くにある福院が知られる。東大寺の福右建作観音像は、岡倉天心が主導した現状維持修理法に基づいて修復された日本初の仏像である。1906年に、 岡倉の弟子、ニーロ中之助によってなされた、国宝重要文化財重要文化財の絵画、ありがとうございます。